総門通り中央に見える建物は、岡崎信用金庫資料館総門通りとは、愛知県岡崎市、厚生通り西一丁目から、道志天馬通り一丁目までを東西に通る、約450メートルの道路の通称名である。内一部区間は、岡崎城下27曲りに含まれている。加ごでん門の日ご地層屋敷跡,跡地通りの名は、加ごでん門に由来する、道路愛称である。 籠田町の中央緑道との交差点に籠田総門跡の石踏みが建てられている。この場所にはかつて岡崎城の籠田総門があった。現在は石踏みがあるのみで籠田総門はない。総門通りの東端の交差点角の歩道上には道標がある。この道標は明治2年のもので、平道、最強伊勢道、東京道と刻まれている。六字像坂が 南北に通っており、平道はここを南下する。籠田宗荘門は、江戸時代に、岡崎城総車の東側で入り口に設けられた荘門である。水野忠義が岡崎城の城主だった1654年に、岡崎城の西側の松葉荘門と共に建てられた。籠田町にあったので、籠田宗荘門と呼ばれた。荘門には、板書も併置され、東海道を東からやってきて、 籠田宗門を通行しようとする者はここで改めを受けた。1658年の大化や1670年の大化では消失しているが、大化後には新たに建て直された。また南側の掃除山寺の十日山を切り取って、マス型を設置した。江戸時代、岡崎塾の中心であった天馬町には、岡崎藩の迎賓館、御馳走屋敷があった。幕府はここで公式に、 朝鮮通信使を迎えたとされている。1826年の家循環口書きによると、間口が15件以上もある立派なものであった。直詩や宮様、ご三や老中、諸子代、お茶壺朝鮮通信使などの行為交換の一行が、岡崎塾を利用する際の接待には、岡崎藩から家老がこの屋敷に出向き丁重に挨拶したという。 岡崎信用金庫資料館南側のご地層屋敷の地には長く天馬公設市場が建っていたが2007年に閉鎖。建物は取り壊され、現在、跡地は岡崎市社会福祉協議会の駐車場として使用されている。ありがとうございます。